ニッコス・アナスタシアディスは、ギリシャ系キプロス人の政治家。2013年2月に、キプロス共和国の第7代大統領に就任した。1997年から大統領選出までは、中道右派政党民主運動党の党首を務めた。1946年、キプロス南部リマスオール地区のペラペディ村に生まれる。1969年に、 アテネ大学法学部を卒業した後、1971年に、ロンドン大学のユニバーシティカレッジロンドンで、解消法の研究過程を終了。1972年、キプロスで弁護士事務所ニーコス CHR、アンシアーディスパートナーズを開いて弁護士として活動した。ギリシャでの学生時代、ゲオルギオス・パパンドレウの青年組織で、積極的に活動を行っていた。 1981年にキプロス国会議員に初当選し、1997年6月8日には所属する民主運動党の党首となった。2011年5月22日に行われたキプロス議員選挙で民主運動党は20議席を確保し、最大勢力となったが、大議員の議席56席の過半数には至らなかった。 2013年2月のキプロス大統領選で民主運動党の擁立する大統領候補となり第2回目の投票で57.48%の得票率で勝利した2018年2月4日任期満了に伴う大統領選挙の決選投票が行われ労働人民進歩党の支援を受けたマラス元保健省を抑え再選2007年のエップサミットで独首相 アンゲラ・メルケルと握手を交わすアナスタシアディス・アナスタシアディスの率いる民衆運動党は一貫して徴兵数削減策を支持しており2011年には兵役期間を現行の25ヶ月から14ヶ月に短縮し不足した兵数は職業軍人を必要なだけ雇用するとの案に対して党内の支持を取り付けた記者会見の席上でアナスタシアディスはキプロス国家守備隊を より近代的な、純専門的な国軍に改変したいとの考えを示し、同案は、経済面からは、徴兵制度改革に伴い最初の4から5年の間は軍事費が増えるが、その後は減少するため、防衛費や徴収された兵の維持費の GDP に占める割合を最小限にとどめ、その差額分を教育や農業といった分野に分配することができると主張している。 2013年の大統領選挙期間中には就任500日以内に徴兵期間を14ヶ月にすると公約している。アナスタシアディスはキプロス問題に関する包括的合意案、いわゆるアナー案を支持していたが、所属する民主運動党はこの案に対し過半数の61%が反対して否決した。また否決に際して党内からもアナスタシアディスに 党首辞任を求める声が上がった。さらに、アナスタシアディスが欧州議会に対しキプロス政府は言論の自由や人権を蹂躙していると主張する文書を送りつけ、党幹部の多くがこれに激怒したこともある。2011年2月、キプロス議会は、ナトー加盟の最終ステップにあたる平和のためのパートナーシップの枠組みに参加する案について、アナスタシアディス率いる 民主運動党をはじめ、民主党、社会民主運動党、欧州党などの賛同を得て可決した。だが、当時のキプロス大統領、ディミトリス・フリストフィアスは、ナト t カメイは、自身の公約である、トルコ系キプロス人との間の和平の樹立に反する行為であるとして、法案に対し拒否権を発動した。大統領となった、アナスタシア・ディスは、2013年中速やかに NATO への、 加盟を申請する考えであることを示した。2012年9月、中国を公式訪問したアナスタシアリスは、中国共産党幹部のガ国教と会談した。ガ国教は、中国は、キプロスとの関係をより健全で安定的な方法で発展させる用意があり、また、中国共産党とキプロス民主運動党との友好協力関係を進化させたいとの考えを示した。 これに対しアナスタシアディスは、キプロスもエネルギー、投資、観光などの面で中国との協力関係をより強固なものとする用意があり、また、欧州と中国との関係発展のために、キプロス民衆運動党党首としても、中国共産党に協力したい、と述べている。2012年3月、アナスタシアディスは、欧州議会議員、エレーニテオハロスを破り、 民主運動党の擁立するキプロス大統領候補となった。得票数はアナスタシアディスが673秒テオハロスが103秒であった。2013年2月17日に行われた大統領選の第1回投票でアナスタシアディスは45%を獲得。労働人民進歩党の支持を受けたスラブロス・マラスは26.9%。 ヨルゴスギリ,リカスは24.9%であり、アナスタシアディスとマラスの2候補で第2回投票が行われることとなった。2月24日に行われた決選投票でアナスタシアディスは57.5%の票を得てマラスを下し、キプロス大統領に選出された。2018年1月28日に行われた大統領選挙では、 1> 第1回目投票で35.5%の票を獲得し、2月4日の決選投票で55.99%の票を獲得し、再選を果たした。1971年にアンドリム・スタクティスと結婚し、娘が2人いる。ありがとうございます。